こんにちは、ザッピーです。今日は1 after 909のトピックです。特にこの1 after 909のですね、コード進行に、最近ちょっと改めて、自分なりに、なかなか感銘を受けてしまったので、そのトピックです。音楽的な感銘というよりもこの曲のバックグラウンドにあることなんですよね。おそらく皆さんすでにご存知ですので、その覚悟でご覧いただければと思います。なんだそんなの知ってるよっていうことになってしまうので、あくまでも自分の感想なんですけどね。こちらをご覧ください。はい、この1 after 909のコード進行というのはこうなってるんですね。で B から始まって E で、それから F シャープ7という、これ完全な3コードのブルースとかロックンロールによくあるパターンのコード展開なんですね。ちょっと珍しいのはここで B がずっと長い間引っ張って、メロディーを作ってるんですね。なのでとてもとてもこう B のね、基調が目立つ曲ですよね。でよくあのブルースとかロックンロールではこれ B とか E とか言ってもですね、大抵の場合ここに7をつけてアレンジするケースが多いですよね。なので B7、E7、B7、ここは F シャープ7という響き方を作って、まあ、雰囲気を出すというのが、まあそうですね、普通だと思います。なのでここおそらくビートルズも B7 で弾いてると思います。というのがまず基本的なことなんですけれども、なんだそんなことかと。でそういうことじゃないんですけどね、もうちょっとあるんですけど、あの実はですね、まあおそらくこれは皆さんご存知のストーリーだと思うんですけれども、アンソロジーのビデオの中でも語ってましたが、ポール・マッカートニーが言うには、若い頃、子供の頃ですね、ジョンとポール、もしくはジョージも一緒にいたかもしれませんけれども、みんなでバスに乗って B7 っていうコードを教えてほしくて、はるばる旅をして、まあギターを弾ける人にね、出会って教えてもらったと。それで、E と A というのは知ってたので B7 を知ることで3コードの曲が弾けるようになったというようなニュアンスで話をしてたことがありますね。下の方に一応リンク貼っておきます。お忘れでしたらまたご覧になってみてください。それ語ってますね。まあその時はおそらく、まあ、E というキーでできている曲を3コードで弾くとですね、 E と A と B7 が必要なので、それを弾きたくて B7 を解明したんでしょうね。まあ A というコードを知ってればね、1音上げれば B になるじゃんかと今は思いますけれども、おそらくですけれども1950年代終わり頃とかですね、その頃になると、コード表とかですね全くない上に音楽的基礎もなければ、まあ、記号をただ見てるだけで、音程というのかな、 A と B は1音だけ違うっていうアイディアっていうのはすぐには浮かばなかった可能性はありますよね。まあ、僕も全くそうでしたよ。最初ギターやった時に A と B と C とかいろいろありますけれども、ただ単にコードの押さえ方を覚えるだけで、その裏側にドレミファソラシド的なね、その音程差があって、それを ABCD で表してるっていうのを知るまでは、割と自分でも解明するまで時間かかりましたね。っていうのは僕も別にそんな音楽教育受けてたわけではないので、やっぱりギターを弾くとだんだん分かってくるんですよね。でおそらく彼らも最初はそうだったんじゃないかなと、これは勝手に想像するんですけどね。まあいずれにしても彼らはそれで E と A と B7 を覚えたわけですね。でポール・マッカートニーがもう一つ2012年ぐらいにビデオに出演してるんですけれども、その中でなかなかねこう面白いやり取りがあったんですね。視聴者か誰かがポール・マッカートニーに質問をしてるんですよ。でポール・マッカートニーさん、あなたは、子供の頃 Bm7 っていうコードを知りたくてはるばる旅して教えてもらったんですよねと質問するんですけれども、まあ、ポールはやっぱりちゃんと訂正していて、そうだけど、まあ、正確には B7 っていうねコードを知りたかったんだというふうにちゃんと訂正してますね。正確に覚えてるわけですね。でその質問者が続けるんですけれども、では B7 っていうコードを使って初めて作った曲は何ですかと質問するんですよ。でそこで答えたのがこの1 after 909だったんですね。はい、で僕もまず聞いてめちゃくちゃ嬉しくなりました。あ、そうか、これはそういうバックグラウンドがあって
ジョンとポールは作ったんだな、まあ、おそらく共作なんでしょうけどね、まあ、でもジョンがメインで作ったのかもしれませんけど、まあ、いずれにしてもこの曲は初期の段階で作ってあって、レッド・イット・ビーで日の目を見たっていうのはよく知ってることですが、もっとね、裏側のストーリーとしてはそんなことまであったんだというふうに分かったわけなんですよね。はい、嬉しくて嬉しくて、うん、楽しくなっちゃいました。それでいざですね、この曲に戻ってよく考えてみたらですね、確かにですね、この曲のこのコードですね、 B から始まって、まあ、B のパートがすごい長いんですよね。つまり B7 のパートがすごい長いんですよね。こんなに B7 だけで歌ってるロックンロールを作ったということですよね。まあ、逆に B7 を覚えたぞと、じゃあこれで一曲作ってみようという意気込みすら感じるところがありますね、僕はね。まあもちろんそれは僕だけの勝手な思い込みかもしれませんよ、妄想かもしれませんけれども、うん、ジョンかな、ポールかな、わかんないけどジョンじゃないかなと思うんですけどね、きっとそういう感覚もあったんじゃ、どっかにあったんじゃないかなと。でやっぱりですね、この頃のロックンロールというか、まあ、ビートルズ自体もそうなんですけれども、 B7 つまり B をですねキーとした曲っていうのはそんな多くないんですよね。まあ、ところがですね、この曲は B を頭に持ってきているとキーとしてですね、これ自体からしてやっぱりおそらくはジョンもポールも B7 ゲットしたぞと、で B7 で曲作ってみようよというなんか意気込みをね、僕は勝手に妄想してしまうんですね。はい、それがやたらこう嬉しくなりますね、彼ら知ってるコード全部使って最初のうちは作曲したって自分たちで言ってますけれども、本当にそういう傾向をここに見ることができて、はい、この1After909がただ単なる初期の作品じゃなくて、僕にとっては彼らが一生懸命やって作った曲なんだと。まあ一生懸命感はなかったかもしれないですよ、楽しくてしょうがなかったからね、きっと。まあですが、そういうね、裏ストーリーがあって出来上がってると。今のようにコード表がたくさんあってすぐにね分かって作ってるんじゃなくて、何としても欲しかったコードだったんですね、きっとね。いや、素晴らしい曲ですよ、そう考えちゃうと。もう僕はこの曲がただ単なるレッド・イット・ビーの中の一曲ではなくて、初期の曲の一曲ではなくて、もうジョンとポールの歴史をねもうここに見てしまいましたね。ポール・マッカートニーがその B7 の初めて使った曲が1After909だよというのを答えているビデオは下の方にリンクを貼っておきます。なかなかね、粋な女性がすごい隣に座って質問を受けているんですけれども、まあ70歳を超えたぐらいのポール・マッカートニーがですね、とてもこう素晴らしいですね、こんなに若い方にね隣に座ってもらって、なんかこう親密に質問を受けて答えていると、さすがに生涯のモテ男は違いますね。はい、羨ましくなりました、失礼します。